うっそもオガリンです。本日もスーパーマリオメーカー2遊んでいきたいと思います。とその前に高評価ボタンをポチッと押してくれると嬉しいです。押してくれた人本当にありがとうございます。それでは遊んでいきましょう。レッツゴー。さあ本日は大人気マリオメーカー実況者のコーダさんのコースをメインにプレイしていきたいと思います。皆さんご存知、コーダさんかなりのねコースを投稿してらっしゃるので、前編後編と分けて全てのコースを遊んでいきたいと思います。それでは行ってみよう。どうぞ。さあまず古い順にやっていきましょう。ガリガリだらけの爽快30秒スピードランバージョン 2.0。 1回もダメージを受けないでゴールということで、はい、いやー、ちなみに全てのコース完全初見で挑みます。はい、オッケー。これ Z ね、 Z ね、はい、オッケー。ここまず Z ループ決めて、壁ジャンプ、バネビョンとして、キラー踏んで、キラー踏んで、ねらに右行って、うわすごいすごいすごい、目まぐるしい、目まぐるしい変化です。危ない、よいしょ。なるほど、これでオンオフ切り替わって、のー危ないと、ほっほっほっ、危ねえ、ゼロやねんけど、マジでギリやん。2コース目、マリオカート、メットとどっちが速いか勝負、バージョン 1.1。 さあこれはスピードラン的なそういうことかな。俺とメットがバトルするみたいな、そういうことっぽいね。はい、スタートダッシュ決めました。しっかりとマリオカートのそういう要素もあるということね。よいしょよいしょ、メットと全然コースが違うすごい、コースが違います。よいしょ、まずい、抜かされてる。はい、こう逆床乗って、ここ一旦ちょっと戻って、逆走の授業も出てきちゃうよ。はいはいはい、ここすごいです。いやーちょっと待って、メット待って、いける、まだいける。よいしょ、スタートか、スタートか、キラーが欲しいな。はい、パタ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 、はい、パタ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 、もうあかんやん、負けてますやん。はいはい、そしてここも一発で決めて、なーね。さあまずはあそこの丸丸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 、ちょっと今の2個目良かったけどな、こう他で挽回できんのかな。はい、乗って、ここやな、ここさえ落ち着けば、早い、なんて早いんでしょう。はい、でここを一発で行っていく、いけ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 、ええー、で、オッケー、完璧なスタートダッシュ決めて、やっぱ丸々よな、丸々が遅すぎるから、これ早いんちゃう、ほら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 、もう追随を許さないよ。よし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 、メットの追随を許さないよ。ここね、早すぎる、俺だけ 150cc。 はいはい、うおーうおーでっかい、やばいやばい、おい俺の勝ち、めっちゃギリギリやん、おもろ。はい、3コース目、ピョンチューを倒したらアウト、平和に行こうぜ、バージョン 2.0。 さあピョンチューを倒したらダメ、なるほど、まあ、ここら辺はしっかりジャンプで避けていって、いった、なんで踏んだ側が痛いって言うてんねんって話な、痛いのはピョンチューな。はいはいはい、ここら辺はまあジャンプでいけるね。でこれちょっとギリギリか、一回ジャンプで上げさせてこうやな、オッケー、ここ取ったら鍵で下に落ちちゃうと、あ、なにこれ、余計なこと すんなよ。え、これどうしよう、幅跳びでいけんのかな、幅跳びでいけるわ、オッケー、ナイス。さあ後半戦か、これはねジャンプしたら、あ、一回だけやったらいいんや、え、何これ、ピョンチュー、あっちが、俺がここ行ったらこれ多分死ぬんや、ほらそういうことや、
じゃあどうしたらいいのこれ。こうして、ほ、あ、結構いける、結構スピン使えばいけないこともない。よーし、さあ続いて、なにこれ、あ、なにこれ、あ、これジャンプしていいんかな。はい、そういうことか。どうしようこれ、こ、一気に割とサクサクいけるのでは。あ、危ない、どこ、おい、どこ行ったいのこれ。右か、ここか、オッケー。このシステムすごいな。わあ、待て、心の準備が、心の準備が、はい、速攻時計、ひー、あー、危ない、ナイス。すごいなこれ、めっちゃおもろいやん。ボス、何これ、当てたあかん。おー、ナイスジャンプ。ここで鍛えて、お前の足腰披露しろ。もう一回や、よいしょ、よーし、ナイスピョンチュー。そのジャンプ力に偽りなし。わっ、ノコノコがもうの、あれええんかこれ。あ、よかった、危ねー、ナイスゴール。4コース目、トゲだらけの森を抜けろ、ターザンコース。さあ、あー、なるほどね、こういうイライラ系ね。なんか俺を昔作ったね、クソみたいな難易度のめちゃめちゃクソみたいなコース作ったね、こういう感じ。いいね、いいね、やっぱこういうちょうどいい難易度がいいよね。ほんで赤コインしっかり回収していきたいね。まあハリゲーなら任せてくださいよと。でも待てよ、さっきの赤コインどう取る、こう言って一気に下まで行くか、これが正解やな。よーし、で3枚、ちょ危ない、でも待て、真ん中やなこれ。3枚目どこ、まずいって、これ上か、こうやな。ほんでそこでビーム来て、カメハメハくる、何これ、壊してもらうんか。なるほど、中間ある、優しい。え、これ中間からもツタ出んのかな、どういうシステムなんやろ。ここで3枚目、えいし、いや、ジャンプしたらちょっとツタとずれちゃうから、こう、そう結構右の方で取っちゃってって感じやな。なんでやねん、はい、あ、危ない、よしよしよし、あー、もっと上、いやはい、はい、オッケー。ここね、もう一気に右ジャンプ、そう、そこで止まるからね。さあ、そして、てか早急がなあかんやんこれ、待って、そういうことね、危な、これは切り替えないとまずいね。で、次ここも切り替えないとまずいね。はい、ここはジャンプやな。よーし、っかりとコインも回収していく。ナイスです。5コース目、左を向いたら即終了、振り向き禁止コース。いやー、発売当初に結構こういうコースありましたね。左を向くと多分オンオフが切り替わってブラパゴしてくると。なるほどね。さあ、私天才なんで、このハテナブロックは叩きませんよ。お約束をしっかり無視していく。ここはバネでボヨンボヨンのやつね。ちょ待って、これあかん、この壁ビタビタになったら、壁ビタビタになったらブラックファックンきついわ。なるほど、これ坂で、はあ、なるほど、坂でもこういうことできんねんな。これはね、はい、はい、そういうこと、いいね。氷、え、まだありますね、エキストラコースがまだありますよ、行かしてもらいましょう。おいおい、トン、はい、トントン、はい、うまい。これはね、まず右で、あっか、うわ、なんて、あー、ちょっと待って、これ止まったらあかんやん、これ、ここで止まったらあかんのよ。はい、だって、もうちょっと勢い大事、ちょっとちきってまうね、あかん、ちきりもうしてる。
はい。あかんな、うまいこと踏めへんぞ。しっかり近くで踏んだ方がいいのか。来た、ナイス。あ、急がなきゃ。あくそ、そこ、絶対向いちゃうんやけど。はい、オッケー。んで、ここじゃ何周回ってでもいいからっていう感じで行く。うん、一周で取ろうとせんでいいよね。あかーん。まずここに今いいやろ。あかんだ、見たあかんで。はい、あかんだ、もうちょっと遅め。あかーん、今度はそっち残るんかいな。いやでも左の方が簡単やから。オッケー、よーし。ここ難かったね。え、ボスあんの？あっかん、なんか通り過ごしてもうた。マリオ行き過ぎや。バラで隠れたし、ほんでうまいこと隠すのやめ。いやー、ボス怖いな。どんなんやろ。なにこれ、赤がえ、あ、右まで行って P スイッチ3回押せみたいな。こうしてゆっくりの方がええんか。はいよ、はい。あ、ちょっと待って、これ右まで戻らんでよくない。これ見えちゃって、これ右、え、左まで戻らんでいいぞ。え、戻るためのものじゃないんかな、これ。毎回一番左まで戻んのかなと思ったんやけど、そうでもない。あ、待てよ、これずっと右張り付きでいたらさ、火の高さ的に余裕説。ほら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 、そういうことや。オッケー、これでヨッシーと羽をもらって最強ゴール、ナイス。はい、6コース目。みんなもきっと騙されるショートトロールコース。いや、トロールコースは難しいよ、作んのマジで。ここ落ちるとどうなる。え、え、あかんの。普通にあかんのかい。ほんな、あ、じゃあこれ待って、これ左向いていいわ。さっきの名残で左向いたあかんと思わされる。はい、あ、そっちね、右じゃなくて左なんや。オッケーオッケー。まあまあ、私ガチで挑むんで、まあ騙されないところはしっかり騙されないという感じで。あー、危ねー。そういうことね、逆向いてんのな。うまいわこれ。あ、間違った、中間惜しかったな。何これ何これ。あ、切る、あ、あ、なんか怖いなこれ。なんか違うの来た。待てよ、これビッグ、あー、ビッグキノコ取れへんのか。これブラックパックじゃやり過ごしてみて。来るね。うん、ほんで鍵がいんのよ。で、鍵があのハテナボックスの中に入ってるらしいから。あ、え、マジ、これ鍵、えー、ということはビッグキノコを取らなければいいとか。いや、一応取るか。一応取ってもダメージ食らえばいいから、一応取ってみて。中マリオで行くとかそういうこと。ここで一回食らえるやん。で、多分右下にあそこまだちくわとかあると思うから。ないんかな。あれ、あ、びっくりした。え、あ、そういうこと。ボ、あ、なるほどね、ボム兵で飛んのか。これむずいわ。はっ、どこ俺、どこ俺、どっち、そこ、え、なに、うん、俺どこで死んだん。ちょ、どこで死んだん俺。ちょ待って、俺これ、俺その鍵のどこで出ると思っててんけど。え、あれ、そっちか、ジャンプしたあかんかったんや。え、鍵どこ、鍵、いや違うな、待てよ、左はセーフ。鍵どれ？
うーわ、あ、取れんじゃねこれ。取れた、なるほどね。よし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 、正解やったんや。お前絶対動くやんこれ、見たらわかる、間開くやつやん。おい、騙されへんで。さあここやけど、ま、これ大丈夫、右だあ、そっち系。はい、ほんでここ、そろそろゴールじゃないの。これ、これ一方通行あるから大丈夫やで、ここ、これは安全安全。え全然安全ちゃうやん。わ、すでに溶けてる状態。あ、これどこ行ったらいいの俺。あ、右や右や、ここになんか崩れるところある。あ、これはゴールや、間違いなく。おいおいおい、いやーこれ難かったね。そんなとこに針あるし、ほんで、わ、え、うわ、これちょっと待ってたら無理やったんや、危な。ん、7コース目、うまく乗り継げ砂漠のパックンコースター。さあ一度も地面から離れたら着地しないでということで、赤コインもね5枚あるらしいんですよ。危な、赤コインじゃないな、これか、普通のこの10枚コインとかか、赤コインないもんね。ほい、大きい2枚目、危ない、ちょっと、ここは切り替えて、待って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 、そういうことね。んでここ右行ってくるんして、はい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 、いいよ。今で3枚ぐらい集めたかな、一番最初のやつ取ってなかったけど、あ、こうか、 OK、 これで全部集めたんじゃない。はいはい、とそういうことね。はい、よいしょ、待って、ここは一旦耐えて、ほっ、あー、やっちゃった、ここタイミングむずいんやけど、これ振ってた方がいいんかな。あっか、うわ、なんか、うー、痛い痛い痛い、これ成功させたいな、そこバチクソむずいから。何それ、ここは覚え切って左右に振っちゃっていいかもね。はい、ほらほらほら、結構間に合うから。ほんでここ最後尾おらなあかんね、最後尾に折って、ここも最後尾に折って、でここも最後尾で、ここも最後尾の方がいいんじゃない。はいはい、あー、もうやっちゃった、ここマジむずい、よいしょ、 OK、 ここ超苦手俺もう。はい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 、トン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 からの、はい、揺れるなお前、じっとせ、ナイス、いやー難しい。と言いますことで、今日のコウダさんの前編コース面白いなと思ってくれたら、ぜひグッドボタン押してくれると嬉しいです。それでは後編でまたお会いしましょう。お疲れ、バイビー。